ベルギナント・ティーマンはドイツの科学者であり、カール・ルート・ビヒ・ライマーと共にライマー・ティーマン反応を発見した。1866年初めから彼はブラウン・シュバイク工科大学で薬学について学び、1869年に卒業した。大学の担当教授はベルリン大学のアウグスト・ビル・ヘルム・フォン・ホフマンに推薦状を書き、そこでティーマンは1869年から コーフマンの助手として働き始めた。1874年、ビルヘルム・ハーマンとティーマンは、コニフェリルアルコールからバニリンを合成する方法を開発し、その後二人は会社を設立した。しかし、ライマーが別の方法による、バニリン合成の道を開くライマー・ティーマン反応を発見するまで、工場はうまくいかなかった。1882年、ティーマンは、 ベルリン大学の教授になった。ティーマンは匂いすみれに含まれるヨノン合成の研究に参加し、ハーマンライマー社に大きな利益をもたらした。ホフマンはティーマンの妹のベルタと結婚した。ありがとうございます。